はい、本日の四字熟語は生真面目ということでございます。生の真面目と書きますね。非常に真面目なこと、真面目すぎて融通が利かないこと、またその様ということで、大事線でこう書かれておりますね。極めて真面目なこと、真面目すぎて融通の利かないことということで、日本国語大辞典でございますね。まあ、名詞なんですけども、またそういう様子やそういう人のことを気まじと言っております。